こんばんは。サラリーマン YouTuber J さんにね、大メッセージを続けて送りますけども、超えた人だけが向こうの景色見れるんですよ。超えた人だけがね。で、超えるのには体力がいるんですよ。そして止める人もいます。今まで一緒に歩いてきた人を置いてかないといけないこともあるかもしれません、でもね、なんていうのかな、全てを取り戻してまたね、元通りにすることができるんですよ。それはたどり着いた人だけができるんですね。で、結局今のままやってても拉致が開かないと思うんですよ。だから新しいアクションを起こしたと思うんですよね。だからこう、今度こそもうね、今度こそもうやめるのはやめましょうってことですよ。今度こそ一花咲かしてやるぜみたいなね。まあどこまでやってもね、今よりは悪くならないですよ。で、あとこれ別の、やり取りでちょうど今お話してるんですけども、知名度を恐れるなってことですよね。何かに挑戦するんだったら。で、結局ね、知名度なんて浴びないんですよ、誰も。そう思ってるだけで。人間、自分の人生をね、ドラマチックに盛り上げたいなと思ってると、いや、激動の人生だったとかね、もうむちゃくちゃ大変なことをしたとかね、思っちゃうんですけども、まあさざ波のような人生なんですよね。いやでもね、人はね、みんなね、自分が忙しいと思っちゃうんですよ。自分がものすごい大変な目に遭ってると思うんですよ。まあでもね、いや、菅総理より自分は忙しいのかな。いや、バイデン大統領よりも私は忙しいんでしょうか。どうなんですかね。みんなそれぞれ自分が一番苦境に立ってるっていうふうに思っちゃうんですけども、でも振り返ってみたら、ね、今までの10年振り返ってみたら本当に余裕なかったかな。10年のうちになんかね、毎日毎日忙しくて余裕がないと思っていたけども、こうやって振り返って10年を見てみたら結構余裕あったんじゃないかな。あの時に始めとけばよかったな、この時に続けとけばよかったなってことが結構見つかると思うんですけどね。じゃあまあ、しっかりとまた第一歩をね、踏みしめていきましょう。ということでございます。いってらっしゃい。